電脳天使コンパイラ FX。 電脳天使コンパイラ FX 誕生。良い子の皆さん、今夜は練馬公会堂で行われた新番組電脳天使コンパイラ FX の前夜祭をお送りします。あ、やや、どうもどうも、ようこそおいでくださいました皆さん。練馬の街を、大東京、そして日本中をスーダラの渦に巻き込んで大評判となったコンパイラ、そのコンパイラが構想も新たに電脳天使コンパイラ FX となっていよいよスタートすることになりました。さあ、それでは電脳天使コンパイラ FX 前夜祭の開幕です。ですって言っても兄さん、肝心の3人がまだ来てないよ。あれ、あれ、たく何やってんだよあいつら。おい、もう始まってんだぞ。合ってるわよ、行くぜ2人とも。オッケー、コネクトシフト。どうも皆さん、どうも、どうも、どうも、やっと出たな3人娘。どうもコンパイラーです、アセンブレです、南春夫でございます。これこれ、いきなりつまんねえボケかましてどうすんだよ。だってどうせ私の名前なんか誰もちゃんと覚えててくれないんだもん。そんなことないよ、みんな覚えててくれてるよ。トシ、だから元気出して、インフルエンザ。くっ、やっぱりというかなんというか。まあ一応お約束だからさ、笑って許してよね。一旦もめん、インタプリタだよと、本当の名前が出たところで自己紹介に戻って、俺はナチ、またの名を五十嵐かっこ兄かっことじだ、よろしく。僕はトシ、五十嵐かっこ弟かっことじです、よろしくね。じゃあ私は五十嵐かっこ義理の妹かっことじです、なんちゃって。恥ずかしい、どうしよう、アホか。痛い。今日はね、いよいよ始まる私の新番組の前夜祭なんだからね、バカやってる暇はないんだよ。おお、気合入ってるなコンパイラー。いつものコンパイラじゃないみたい。当たり前だけ、巨泉のゲバゲバさ。なんなのそれ。とにかくこの新番組電脳天使コンパイラー FX がいかにすごいかをあんたたちに教えてあげるよ。すごいのか。痛い。決まってんだろ、このすごさはこの1話から最終回までの予告編大全集を見ればわかるぜ。題して、思わず興奮、すべてを見せます、マル秘ドッキリ電脳天使コンパイラー FX の気になるあそこ。まずは記念すべき第1話の予告編を見てちょうだい。練馬の街にとんでもない奴がやってきた。容姿端麗、美目秀麗、出前迅速、落書き無用。そいつの名前はコンパイラー FX。 そう、あたしよ、あたし。世界征服のためなら私は手段を選ばない。吹き荒れるスーダラの嵐はもう誰にも止められないわ。新番組電脳天使コンパイラー FX 第1話、転校生は AV クイーン。楽しみにしてな。なるほど。1話の予告としてはかなり来てるだろ。ちょっと見てみたくなるわね。あの、でもこのサブタイトルは何なの。第1話って言えばまず転校生ってのが定番だろうが。あ、いや、そうじゃなくて、まあいいけど。ねえねえ、第2話は私がメインなのよ。うし、見てあげようじゃないの。うん、 VTR Q。 やったやった、ついにトシとのデート約束しちゃった。でもそんな時に限って変なことが起きるのよね。助けてコンパイラー。次回電脳天使コンパイラ FX、 アセンブラ怪獣に乗る、お楽しみに。怪獣乗っちゃうわけ。あ、そっか、アセンブラは上が好きだったのか。意外よね、かわいい顔しちゃって。ちょっと何の話してるのよ。別に。アセンブラこそ何だと思ったの。そのまあいいや、次は俺が活躍する第3話だ。ついに出やがったぜ俺のライバルが。パワーはもちろん、ナンパの技もグータラぶりも全部俺の上を行ってると来たもんだ。どうしたらいいコンパイラ。次回電脳天使コンパイラ FX、 命をかけたフルーツバスケット、お楽しみに。うーん、どうだどうだ、これは今までにはない戦いだぞ。
もしかしたらすごいかも。こうなるとトシ、あんたも頑張んなきゃね。ん？兄さんには負けないと思うよ。 VTR スタート。困っちゃったな。喫茶店で偶然相席になった主婦の人がいきなり泣き出しちゃうなんて。どうしよう、コンパイラー。次回、電脳天使コンパイラー FX、 残酷、返事が悪いと市内で殴る剣道2段鬼姑め、お楽しみに。こう来たか。私こういうの結構好きなんだ。私もうちでゴロゴロしてるとつい見ちゃうのよね。だろう、ターゲットは広くしなくちゃと思ってね。じゃあこの後も一気に流しちまおうか。おーおーおー、よし、準備はね、 VTR スタート。ちょっと待った、バイアスディレクトリー、ティーバックの好きなデバッグ。それにメグちゃんも。ひどいです。私この3匹はともかく、恋人である私を差し置いて前夜祭を行うだなんて。誰が3匹だ、誰が。おい、こら。そうで、おい、お前も何か言ってるよ、デバッグ。白菜、椎茸、人参。おい、お前何言ってんだよ。長ネギ、タケノコ、サヤエンド。だからそれがどうしたんだよ。大根、キャベツ、ピーマン、アスパラ、レタス、セロリ、チンゲン菜、黒豆、キュウリ、エノキ、ダメだこりゃ。そんな人放っておけばいいですわ。それよりささ、続き、第5話はいよいよ私が登場しますのよ。バーカー、 VTR をスタートしてちょうだい。どうしたらいいのかしら。うちのワンちゃんに毎日あげてる 100g6000 円のお肉が品切れなんですって。あら、おったくのお肉は安物ね、アセンブラさん。次回、電脳天使コンパイラー FX、 貧乏人は麦を食え。お楽しみにね。どう、思わずうなるほど素晴らしいお話でしょ。細かいでガタッと落ちるな、視聴率な。何だして、このお話のどこが。まあ抑えて、めぐちゃん。次は誰、次。はいはい、お次は私よ。 VTR どうぞ。ねえみんな、私の名前知ってる？インタプリタって言うのよ、インタプリタ。もう一度言うからよーく聞いてね、インタプリタ。次回、電脳天使コンパイラ FX、 インタプリタ、お楽しみに。あ、楽しみだ。早く放映にならないかしら。究極の自己満足ね、これはね。なんとか言うと構わないわ、これで私は。ああ、テロップが違ってるよ。ほら、あれ見てみろよ。お前の名前、インタプリタじゃなくてインタブンタになってるぞ。あぁ、塩のパン。何やめろ。まあそう、落ち込むなって、インタブンタ。バカだ。おい、コンパイラ、もうその辺にしといてやれよ。バイアス、俺たちの予告編をやる時間が減るよ。俺たちは絶対視聴率稼げるぜ。あー、やけに自信満々だな。まあ聞けばわかるぜ。じゃあ試しにさ、サブタイだけ言ってみなよ。へっ、聞いて驚くな。これで視聴率が取れなきゃもう知らん。題して、嵐を呼ぶ保育園児、サザエマルコちゃん Z 2分の1大百科、ヤーラエモンは小学4年生。はあ、続いて俺のも行くぜ。これで見ないやつは絶対いねえ。題して、見ないと死にます不幸のアニメ。5人の人に教えるのをやめた歌手の小渕沢君は1週間後に。やめんか、このバカ者が。なぜだよ、このタイトルで 30% は硬いんだから。大切な視聴者の皆様を脅かしてどうすんのよ。ったく、もうやっぱ私の話じゃなきゃ全然ダメだね。私の話はまだまだあるぜ。 VTR、 どうしたの、コンパイラ。あ、コンパイラの頭。あ、カツラがツルッとして、下からふさふさの白い髪の毛が。ってことは、今までのは白コンパイラだったの。白い髪がどんどん黒くなっていきますわ。やっと戻ったぜ、コンパイラ。あんたたちね、今までずっと
付き合ってきたのに、私と白コンパイラと区別がつかないわけ。だってカツラつけたら同じなんだもん。あ、よく見たら偽物は目がつり上がってる。それに偽物はマフラーが黄色だ。なんてことはないし。当たり前だろ。たくもう、もう少しで白コンパイラに番組乗っ取られちまうとこだったぜ。今から気を取り直して本当の予告編を見るからね。本当の？そう、私の、私による私のための新番組の予告よ。言わね VTR ユーリー。何をデバッグ突然。冬瓜、ほうれん草、春菊、もやし、バレーショー、さつまいも、長芋、山芋、じーねんじょ。ほら、これで全部だ。俺は全部の野菜の名前を網羅したのさ。全部の野菜？それが何だとおっしゃるの？バカめ、まだわからんのか。この番組がどんな番組か思い出してみろ。え、この番組は電脳天使コンパイラー FX の前夜。ああ、ひょっとして。全部の野菜、全部野菜、すなわち全でいい、ベジタブルだ。それを言うなら全野菜だろうが。デバッグのボケに突っ込むと爆発するって忘れてた。でも次回の、次回の本当の予告だけは聞いてもらうわよ。なんとなんと、いきなりやっちまうぜ。え、何よって？ミュージカルよ、ミュージカル。ラーララララララ練習しとかなくちゃ。次回、電脳天使。あ、ごめんなさいね。次回、煩悩天使国足天眼第1話、好き好き謎のおじいさん、お楽しみの。次回、次回の本当のタイトルは、始まるんだ。先生、インタープリタ先生。あ、はい、京都先生。じゃあ今日から2年 B 組の担任、しっかり頼みますよ。はい。何があってもめげずに行こう、誰も知らない夢の世界、強く明るく正しく強く、みんな上を向いてアバウトに行こう。なるようになるだけさ、それが一番。合言葉はそう、日本人無責任のスダララ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 ラ。歌を歌えば笑顔になれる、すだらぶしは植木ひとし、せいせいせいなすだらだだだ。みんな上を向いてアバウトに行こう、アバウトに行こう。やったな、他人ナオンだぜ、ナオン。しかもトランジスターグラマーの白衣つけだよ。おお、猛烈に生かしたギャルだな。くぅ、ハッスルして桃色ユニしてな。はいはい、死後はそれくらいにして。かぁ、こういうふしゃりか。いい？私の名前はインタープリタよ。これから1年間みんなよろしくね。質問。何？よろしくってことはデートでもしてくれるんすか？やだ、何言ってるのよ。一緒に勉強しましょうってことでしょ。えするのかよ、マジかよ。当たり前でしょ、ここは学校よ。やだ、何言ってるんですか。さあさあ、
教科書を出して。そうだ。何？俺たちと勝負してあんたが勝ったらお勉強してやるよ。勝負ってまさか私に力で対抗しろって？てそこまで落ちぶれちゃいねえよ。勝負はこれでつけるのさ。何よこの音楽、何の勝負をするつもり？決まってんじゃん、早口言葉だぜ。早口言葉？そう、はるかドリフの聖歌隊の昔からこのリズムには早口言葉しかねえんだよ。じゃあまず俺からいくぜ。生麦生米生卵、生麦生米生卵、イエイ。やるわね。でも私だって生麦生米生卵、生麦生米生卵、イエイ。じゃあ次は俺だ。カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコムピョコピョコじゃ。これぐらい難しいんだ、イエイ。これも軽いわね。カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコムピョコピョコ、イエイ。次は私がお相手いたしますわ、はい、これはちょっと難しいですわよ。東京駒込特許許可局、向かう途中でバスガス爆発、ハッハッハッ、イエイ。難しすぎる。でも負けないわ。東京駒込特許許可局、向かう途中でバスガス爆発、イエイ。よし、じゃあ俺がとても口じゃ言えないようなエッチな早口言葉をやってやる。行くぜお前。やめやめ、もう勝負はやめよう。卑怯だぞ先生。卑怯なのはどっちですか。先生は悲しいわ。どうしてもっと真面目になれないの。だってよ。俺たちどうせ頭が悪いんだ。ナチ君、相手がドラえもんでもじゃんけんに負ける。いいえそんなことないわ、やればできるはずよ。私は信じてる。先生、俺たち誤解してたよ。ああ、今までの奴らはみんな花から俺たちを悪扱いして無視してやったけど、先生は違う。先生、みんな先生ならついていけそうです。みんな先生、涙ぐんでないで授業やってよ。そうね、勉強なんて明るくやらなくっちゃ損。じゃ、みんなの苦手な文法の活用を元気に言ってみよう。まずはじめは形容詞にしましょう。
これで俺、文法が好きになるそうだよ。本当？よかった。先生、先生、俺なんかもう完璧に覚えちゃったぜ。本当かよ。すごいじゃないディレクトリ君。形容詞の活用言えるか。カロカクイイケル丸だ。おお。じゃあ五段活用は。それはおめえ、そんなのやってねえだろうがよ。バレちゃった。まいったな。みんな見違えるように生き生きしてよかった。私この子たちとやっていけそう。あら、どうしたの、トシ君。別に。でもあなた。いいんです、ほっといてください。あ、トシ君。どうしちゃったのかしら。もしかして。何？いえ、わからないんですけど、トシ君急に寂しくなっちゃったのかもなって。どういうこと？トシ君委員長だし、今までまとまりのないクラスを一人で一生懸命まとめようとしててくれたから。先生が来て急に自分がいらなくなったような気がしちまったってわけか。そんな。あいつ真面目なやつだからな。私探さなきゃ。お先生。ごめん、みんな自首してて。差し込みが来た時はどうなるかと思ったけど、へえ、さてと。なぜになぜに髪がないの。トシ君。どうして先生がこんなとこにいるんでしょ。トシ君出てきて。出てきてたって。僕には髪がないよ。だけど言えない、もどかし
ないで何もあんなに怒ることはねえじゃねえか。そうだ、人が死ぬわけじゃねえんだしよ。うん、別にいいじゃないか。こんな風に終わるなんて。ぐっ、ああ恥ずかしい。よかったわよ私出てなくて。やっぱ無責任よねこのミュージカル。しょうがないから帰って寝ようと。嵐も無責任でええー、じゃないかーさ。それは思ってもみないことでした。午前9時、私はいつものように心地よい眠りから目覚めたはずだったのです。でも自分の口から不意に出た最初の言葉はいつもと違う響きを持っていました。うん、にゃにゃ、うん、そうです。いいえ、私は猫になってしまったわけではありません。なんと信じられないことに。9時だ、9時です、9時だな。もう今日も元気に行ってみよう。みやかちょっと何私何言うとるの。後で分かったことですが、それは名古屋市民が朝一で交わすごく一般的な挨拶なのだそうです。嘘でしょ。私ひょっとして名古屋人になってまったの。電脳天使コンピューラー FX ギャー2話、アセンブラの苦悩だがね。うっすん、なんだよそれ。アセンブラ、お前どうしてそんなことになっちまったんだ。そんなことわからすか。だで困っとるんだが。もしや。何？夕べの食べ合わせが悪かったんじゃ。夕べはエビフライと味噌煮込み。ほうだ。それに私、白黒抹茶、小豆コーヒー、柚子桜の青柳ウエローまで食べてまった。七つの味を残らずぽいか。ポポぽいのぽいぽいぽいだね。いや、あんなうまいもんのせいなんて思えないね。きっと原因は他にあるはずだよ。とにかくアセンブラに何かがあったってことだね。どうしよう、このまま元に戻らんかったら。私アセンブラ、私都市に結納で金銭がね。だなんなのよそれは。だって名古屋人の花嫁はめっちゃんこお金がかかるんだよ。問題はそこじゃねえだろうか。とにかくみんな落ち着いて。アセンブラも大丈夫だよ、きっと望みはあるさ。望み？え、どうしたのアセンブラ。何が望みだの。名古屋素通りしてまって望みもクソもあれせんが。あんな新幹線こんなこう首絞めないでアセンブラ。やめろって止まらないのは朝一の一本だけってことでみんな納得したはずだろう。全部止まらないかんもん。あれが故障するのは名古屋人の恨みのパワーだでね。ほう、だからもう望みじゃなくて望むでもなくて都市だよ都市。都市、やっと初期に戻った。ごめんね、私望みって聞いたらなんか落っこれちゃって。いいよ、全然気にしてないから。しかしこれではっきりしたな。何がだ。アセンブラは身も心も名古屋人になっちまったってことがさ。でも東海ラジオを聞いている皆さん、こんな凶暴なのが名古屋人なんて私にはとても思えません。イベントで行ったテルミナ広場のみんなもいい人たちばかりだったし、この裏には絶対に何かある。
そう感じながら私はとにかくトシと学校へ行くことにしました。ああどうしよう、こんな症状なんてやっぱりどこにも出っとれせん。やっぱりタモリが名古屋弁バカにするの見て一緒に笑っとったのがいかんのかな。東海ラジオ聞いとるみんな、私反省します。だでなんかええアイデア教えてちょう。めぐみさん、私がパパのコネを使って NASA に科学の粋を集めて作らせた恐怖名古屋人化ウイルスが効いたようね。な、名古屋人化ウイルス、あんた何考えとるの一体。トシが大好きな在京の野球チームをご存知かしら。トシが好きな津屋京の一番セカンド篠塚、セカンド篠塚、背番号やめてちょう、そんなアナウンス。2番ショート河合、背番号0。まるで牛のフィミティアだがね。4番レフト、ハラハラキレッハレ、耳が腐ってまう。もう観念なさい。名古屋人となったあなたは100万歩譲ってじゃいってファンのトシと結婚できたとしても絶対に幸せにはなれないんだから。なんでこんなこと言えるの。想像してごらんなさい。まず新婚旅行で初夜を迎えたとしても。お待たせトシ。うん、新しいコロンだね。男の人を刺激しちゃう香りだったりして。そういえば興奮してきたぞ。ほらほらほら。で、どこのコロン？これクリスチャンディオール。どうしたのトシ。そんなのやめろよ、イニシャルが良くないよ。なんで？ CD ってすっごくいいがね。どっかの田舎球団と一緒じゃないか。中日のこと言っとるの？ほんなら言わせてもらうけどね、トシも軍勢の YG だけはやめや。どっかの嫌われ球団と一緒だで。なーにを？なーに？という具合に初夜はめちゃめちゃ、普通なら成田離婚確実ね。たーけか、あんたは黙って聞いとればまあ許せん。こんなこっすいことせんで正々堂々と勝負しや。望むところよ。でも今のあなたは名古屋人、このファイブリング攻撃を破れるかしら。ふわっ、5つの輪が重なり合って、ああやめてちょう。オリンピックのマークだけはやめてちょう。心の傷が、心の傷が、まんだ言えとらんだがね。あ、長野県が羨ましい。やっぱり効果は絶大のようね。さてどうやってとどみを刺して差し上げましょうかしら。私を呼ぶのは携帯電話？もしもし。もしもし。はい、アセンブラです。あの、今東海ラジオ聞いてたんですけど。え？リスナーの人？お名前とお年をどうぞ。杉下俊一、15歳です。どっから？緑区の有松です。でも名古屋弁出ないね。東京の人と喋る時とかはなんか出てこない。おっか。で、お電話くれたのは？オリンピックで攻撃されてっけど、名古屋、しまった。あの、名古屋には万博っていう希望があるから負けないでほしくて。万博？おっか、名古屋には2000年の万博いうのがあったんだよね。はい。ありがとう杉下くん、これで勝てそうだわ。頑張ってください。うん、どうもありがとね。 T シャツと握手券送るでね。ほうだがね、オリンピックは夢破れたけど、あたしんたーには万博があるがね。なんですのこの展開は。ラジオドラマにこんな展開が許されると思ってますの？許されとるんだからしょうがないがね。
あたしは万博という希望を得て今よみがえったでね。いでよー結納トレーラー軍団。トレーラーに囲まれた。ほんでお次は名古屋の嫁入りおかし投げ攻撃だがね。ほれ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 、トレーラーからもほれ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 。お兄様たちを呼んで総攻撃よ。やめろよトシ。やめようよ、もうこんなこと。トシ、中日ファンであろうと巨人ファンであろうと人間であることに変わりはないじゃないか。トシ、江戸前寿司も美味しいけど味噌カツも美味しい、それでいいんだよ。じゃあトシ、私がずっと名古屋人のまんまでも中日ファンのまんまでも仲良くしてくれる？努力するよ。好きなチームは簡単には変えられないけど。どうし、僕は君たちの戦いを見てて思ったんだ。名古屋が地方都市だなんて言ってちゃいけない。それぞれの土地の文化を大事に育てて同じ日本の一都市として発展していくべきなんだ。来るわ、いつかそんな日が。だって名古屋人になった私がこうしてあなたたちと今手を握り合っとるんだもの。この番組はスターチャイルドレーベルでおなじみのキングレコードがお送りしています。というわけで、今夜は前々からリスナーの皆様に募集していました創作ドラマ僕の私のコンパイラー FX をお送りしたいと思います。イエーイ。お相手はコンパイラこと松井直子とアセンブラこと水谷優子、そしてインタプリタの河村マリアの3人です。そしてさらにゲストが豪華なんですよね。ね、時間がないから最初の作品はいはいはい、じゃあまずはこちらですね、東京都昭島市緑町久保田直次郎さん72歳の方からの、あらまあ、お手紙がついてますね、はいはい、それでは読ませていただきます。全略ごめんください。あなたの出演される作品俺に触れ楽しく拝聴させてもらっております。年甲斐もなく、あなたの艶やかな声に魅了されてしまったと言う、旧漢字なんですね、言うわけですね。いや、お恥ずかしい。若い人の流行りで言い換えればしびれたとでも言うのでせうしょうかな。満州で異門歌手の歌声を聞いた時のような感動でした。あなたの若さがさながら陶器島より流れ来るヤシの実のように小生の胸に春をもたらしてくれたのです。実に感謝に絶えぬことです。さて、同風の傑作コンパイラ FX キス、果たしてあなたのお眼鏡にかないますかな。年はとってもまだまだ若い人には負けぬつもりでない知恵絞ってしたためたのですが、まあお手柔らかにご検討のほどを。では今後一層のご発展のためくれぐれもご自愛ください。そうそう、松井直子様直次郎。はい、ということなんですけれども、いやありがたいですね、こんなおじいちゃまにまでファンになっていただいて。年齢層広いよ ね。さて、どんな作品かちょっと楽しみですね。じゃあ行ってみましょう。東京都昭島市緑町久保田直次郎さん72歳の方の作品です。タイトルはつれつれなるままに。ケフもまた、私はアセムブラさんと電話でおしゃべりなどして無意に時を過ごしてしまう。なぜなら私には彼氏がいないのです。ねえねえ、つったら私の声聞こえてて。え、もちよ、聞こえているわ。
いやね、このところいつもそんなよ、あなたつったら。もしか悩み事があるのなら構わず話してちょうだいな。ううん、良いの。でも五章だからケフはもうこれで電話を切らさして。まあ、でもあなたの頼みならよくつてよ。じゃ、また明日女学校でね。ええ、ごめんなさい、アセムブラさん。さうしてまた一人つきり。彼女と話していれば少しは気も紛れやうといふものだけど、なぜだかそんな気になれない私。一人寝のとこはぬくもりもなく、ふとかの右大将道綱の母の歌が思い出されます。嘆きつつ一人寝る夜の明くる間はいかに久しきものとかは知る。ああ、さうよさう。もう久しくあの方とおはひしていない。小戦ですれ違う KOOM の番から直次郎様。私はあなたのことを思うと、なぜだか身内がホクホクとほてって、どうしやうもなくなって、ああいけないこと。私の手は禁断のデルタ地帯に自然と伸びて、ああって何なのよこれは。何なのよじゃないでしょ。そこでやめちゃダメだと思うな。そうだよな、じいさんはこのああーってのが聞きたくて書いてきてんだろうさ。あのね、ああそっか、この人ただの色ぼけのおじいさんなんだ。わあ、あらあら、やばいよそれ。やばい、なんでじいさん怒るだろ。まあ、この子はこういう身も蓋もない子なんで、どうもすいませんね。悪気はないんだ。いいから次に行きましょう、ね。はいはいはい、はい、はい、行きましょう。次ですね。次は、これは、群馬県利根郡みなかみ町、絶対ペンネーム希望、面白塾のオリーブ、14歳の方の作品です。じゃあ、この方も手紙がありますね。読んでいます。コンパイラー FX の皆々様こんばんは。山の方のせいかとてつもなく聞き取りにくいにもかかわらず毎回聞いている偉いやつです。ふえーん、せめてみんなで褒めちくり。ところでコンパイラーは CD の頃から聞いていますが、私としてはバイヤー様とディレクトリ様の出番が少なくてせっかく不満です。しかも超情けない役だし、もっともっとお二人の出を増やして、しかもかっこよくしてと思う乙女は私だけでしょうか、ぐっすん。それとギャグがなんだかよくわからないのが多くてイマイチっぽいです。くわー、こんなこと言ってしまった、ひえー、こんな私をぶたないでくれー。勝手な趣味としてはラムネのダサイダーみたいなしょうもないのが好きな私。多分シナリオ書いてる人が違う、かっこ赤堀さんじゃないですよねと思うから、しょうがないけどできればそうなることをこっそり期待しています。あと私は今バイアス&ディレクトリ本なんてのを一人で必死こいて書いているので、できたら送りますね。でも不安、この調子で今度のコミケに間に合うのだろうか、汗じと。実を言うと今日送ったシナリオはその本の中の作品の一つなのです。わ、これはきっとかなり恥ずかしいぞ。ああ、もし本当に読まれちゃったら私お嫁に行けないとか言って。とにかくこれからもずっと応援しますので、皆々様、ガンバということなんですけれども。いやー、なるほど。捨てたもんじゃないね、こりゃ。この子伸びるよな。うん、やっといい子が出た、ね。ああ。ブスコクラブって感じだよな。いや、まあね、あのね、ビリーブとは違うな。こういう子はね、あんた何言ってんだか分かんないけど、こういう子は可愛いよ、多分。あ、いや、こういうタイプにね。普通あれだよ、可愛い子はね、バカない。そういうこと言っちゃいけないんだ、まあ、山からせっかくお便りくれてるんだから。いやいやいや、ひどすぎるよ。まあとにかくドラマ行こうよね、ドラマ。タイトルは電脳戦記外伝悲しみの兄弟剣。バイアスディレクトリー悪いけどもうとどめを刺させてもらうよ。何だけど一つだけ言わせて、私は
本当はあんたたちと戦いたくなんかなかった。コンパやな。あばよ、来世で会うときは仲良くしようぜ。コネクトマハラ横竜拳。うわディレクトリー。畜生、もう目が霞んでお前の顔がよく見えねえぜ。待ってろ、今俺の血を分けてやる。きっと助かる。無理だよ。だけど礼は言うぜ。無理だもんか。無理じゃない。なぜならお前は俺の実の弟だからだ。なんだって。いつか必ず話そうと思っていた。だが俺は言えなかった。兄弟と別れはもうお前を愛することができない。バイアス、大バカだったよ俺は。いや、バカじゃない、バカじゃないぜ。本当俺も好きだった。心から愛していた。ディレクトリー。ディレクトリー。兄さん、最後にキスしてくれ。いいよ。兄さん、ディレクトリー。まいったな、こりゃ。なんだこれ。ってちょっと見たくないわよね、これは。本当だよね。おい、だけどさ、さっきから黙って聞いてたけどさ、今ってみんなこうなの？冗談じゃない。ついていけないよ俺。いやいやいや、まあまあね、みんながみんなこうじゃないと思うんですけどね。とにかく口直しよ、口直し。これはどうかな。宮崎県延岡市のペンネーム、僕は宇宙刑事シャリバンにマリアさんが出てたのを知ってるぞさんから。わー、いきなりマニアっぽそう。嫌な予感がするな。でもまあ読み始めちゃったからにはきちんとやりましょう。前略コンパイラー FX、 一応楽しく聞かせてもらってます。一応、しかし私は声を大にして叫びたい。まだまだ甘い。何が甘いんでしょう。原作の持つマニアックな部分が最近薄れてしまっていると思うのです。そこで僕が極めつけのコンパイラー FX を書きました。書式はアルバムのプレゼントで当たった特製アフレコ台本に準拠しています。なお、ナレーションはやらさんにお願いします。え、俺ご指名。そう、できればウルトラマン AT の時の雰囲気で。まいったな、もう。え、何ちゃんさん、もう時間がないから終わり。やばい。突然ですが、バッハーイ。今度は多分ちゃんとしたやつやりますからね。それじゃあまた来週。さようないくら時間をかけた手作りチョコレートでも
世界的プロフェッショナルの味にはかなうはずありませんもの。そうなればこの私が一つ一つ心を込めてよりすぐった1万個のチョコレートの方が。あ、どうしましたのお兄様、コンテナも一緒に上がってしまってますわよ。お兄様、コンテナが。メグちゃん、しっかりしろよ。僕が誰かわかるかい。メグ、それが私の名前なの。めぐみさん。ダメだ、完璧に記憶がなくなっちまってる。医者はしばらく様子を見るしかないって言ってたよな。めぐちゃん、私気がついたらチョコレートの山の中にいて、でもどうしてそうなったのか、自分が誰なのか全然思い出せないの。僕のせいだ。え、めぐちゃんは僕のためにチョコをあんなたくさん、だからこんなことになったのも僕のせいだ。だし僕、めぐちゃんが元に戻るまでできる限りのことをするよ。だし、めぐちゃん、早く早く。待って、もう五十嵐君意地悪なんだから。え、私がまださっきのローリングマウンテンの余韻消えてないの知ってるくせに。ごめんごめん。じゃあしっかり歩けるように手握っててあげるよ。いいよ、恥ずかしいもん。いいからいいから、ほら。五十嵐君、変わったよな。しかしコンパイラついてきたの。一応気になってね。でもめぐみさんならずいぶん元気に。あんただよ。え、あ、私が何を。まあ、いっさ。それにしても不思議なもんね。え、記憶がなくなってからまるで性格設定デバイスを変えたみたいじゃん。よかったのかもよ。トシの好みのタイプみたいだし、ああいうの。バカ。何を。あの子がデバイス変えたとしたら、ナンバーは多分人間女性の B213 だぜ。え、それって今の私の。そういうこと。トシはあの子の中にお前を見てるんだよ。な、何言ってんのよ。ったくもう、そんなわけないじゃない。悪い冗談言うと鼻に指突っ込んじゃうから。わいほんがよ。そんなわけないじゃない。五十嵐くん。ん、私このまま元に戻らなくてもいいかな。え、うん、元に戻るのが怖い。なんだかそんな気がするの。何言ってるんだよ、メグちゃん。だって、私、あなたはただめぐみさんのことを気遣ってそうしてるだけ。それとも。ねえ、裸足になってちょっと入ってみようか、海。え、気持ちいいよ。ほら、ほら。やったわね。ほら。わ、あいつ。イガラシ君、あれ何？トランスポーターのコンテナだけ飛んできた。上に誰か立ってるわ。え、おーい、コンパイだ。今行くぞ、青影。誰が青影だ。つべこべ言わずに、お前。えっ、しゃ、
シャッター開けてどうすんだよコンパイラー。チョコレートにはチョコレートよ。同じショックを与えてやれば元に戻るかもしれないだろ。ダメだよそういう素人療法は。痛い殺しはしないよ。最後にコンテナもおまけだい。あーだら危ない。あめぐちゃん、めぐちゃんしっかりして。よかった、気がついた。私どう、戻ったかい記憶。え、で結局まだあの子はあのままってわけか。まあね、年には散々どやされるし、これでまたしばらくアセンブラもあのままかと思うと嫌になっちまうぜ。え、アセンブラ？ったくもどかしったらありゃしないんだから。ねえ、イガラシ君。ん？私のことどう思ってる？え、どうって？私がこのまま治らなくてもずっと付き合ってくれる？それはこうなる前の私とどっちがいい？比べられないよそんなこと。嘘。え、今の方がいいかなって思ってる。そんなことないさ、前のめぐちゃんだって素敵だったよ。執事の羽賀さんが言ってたもの、五十嵐くんすごく自然な感じになったって。そうかな。僕はそうは思わないけど。何キョロキョロしてるの？あ、待ち合わせしてるんだよ。待ち合わせ。トシー、めぐみさん。あ、アセンブラさん。それで私にお話して。あの、ごめんなさいめぐみさん。え、こないだ私コンパイラの力を止めることぐらいできたはずなのに出て行けなくて。でもあの時は。うん、それに正直言うと私も考えてたんだ。イメージを漆し込んで大きなトンカチかなんか出してめぐみさんを殴っちゃえばいいんだなんてね。アセンブラ、めぐみさんのことがちょっぴり羨ましかったの。だからごめんなさい。あ、それだけ？え、それだけのことで謝ることなんかないのに。あ、うん、でも謝りたかったし。あれ、なんかかえって変だったかな。でも君らしいよアセンブラ。めぐちゃん、どうしたのめぐみさん。やっぱり私には無理ですわ、トシ。めぐちゃん、その喋り方。おかげさまで、あの時記憶は戻ってましたの。本当に？そんな、じゃあ。バーカーに事情を聞いて、お芝居をしてたんです。トシの自然な笑顔というもの、ちょっとだけ見てみたくてね。自然な笑顔？でも、バカげてましたわ。今はっきりと分かりました。所詮あなたぐらいにしか向いてない役ですわよね、アセンブラさん。あ、私。じゃあ先にここ私がお支払いしておきます。ああ、そんな。いいんですのよこのぐらい。ワンちゃんの餌代にもなりませんもの。あ、ワンちゃん。違う、メグちゃん。でも私は舞台から降りたわけではないですことよ、アセンブラさん。私はあくまで私を演じて都市の心をつかみ取りますわ。だから油断しないでちょうだいね。これでまた元通りね、アセンブラさん。でも私絶対に負けませんわ。
どちらかが勝つまでこの勝負を降りたりしたら許さないですわよ。お待たせいたしましたわね。ただいまより予告編に続きまして四大ルーチン史上最低の決戦を上映いたしますわ。まあどなた様も最後までごゆっくりご鑑賞ください。すごい、面白い、嘘くさい、三拍子揃った極楽ラジオドラマの決定版、ここに堂々完成。1990X 年のある日、大練馬の町に恐るべき新たな刺客が現れた。あいつだ。間違いない。あいつってまさか振り付けのおばさんか。いいえ、悪魔よ。あいつはボディコンの悪魔よ。見すぎてるわ、某本田先輩に。でも頭のてっぺんに毛が三本。毛が三本。おばきゅうかおばさんか、花の魔法使いを名乗る謎の小学生の正体は何か。高官の青年五十嵐と裏若きヒロインめぐみに次々と迫り来る難事件、怪事件。来るな。今さら新キャラなんて。私たちの出番を減らそうって言うんですの。 No problem。 落ち着け翔くん。君は一体。事件を探る謎の探偵にハリウッドの魅力、ティーバックを愛せるデバッグアダムス。あの手この手の追跡の果てに彼らが見たものは。見ろ、何か形になっていくぞ。新たなる刺客プラズマ、エンズルは永遠の美少女本田千恵子。うわ、さっきおばさんなんて言っちまったもんだからフォローする。フォローじゃないでしょ、真実でしょ。あんたは年は取ってくもんなんだから。関係ないわよ、美少女よ。私はコンパイラカツカ、プラズマカツカ、初めて出会った最強の敵、破れても突っ込むぞ。キングレコードが全世界に誇る最高の特殊録音技術陣を使って皆様に送るスーダララジオドラマの決定版、四大ルーチン史上最低の決戦、四大ルーチン史上最低の決戦にご期待ください。ちょっと待った。大胆不敵、ここまで来てナレーションを脅かす者は誰か。あのね、何なのこの予告編は。聞いてないわよ、こんな展開。そうだ、聞いてないよ、聞いてないよ。一同に責められ困惑するナレーターに、新婚早半年の高青年山寺宏一。このしらけた雰囲気は何か。新婚で悪いのか。自分で言うかな、高青年とかさ。本当よね、ずずしい。ナレーターを責めるのはおよしなさい。その声は。久しぶりね、コンパイラ。とうとう出てきちまったのかい、本田千恵子。ちょっと、そんな名前いないでしょ。役の名前はなんだっけ。あのね、さっき予告編で言ってるのにどうして忘れるわけ。この私こそは最高にして最強の誉れ高い電次元のプリンセス。あー、思い出した。ミンキーモモか。違う、モモはこっちや。パラリルパラリルダリリル。しなくていい。
いい？私の名前は。ああ、そっか。そうよ。久しぶり、エイミー。元気だった、アップル。じゃない。ああ、そうだよ。違った違った。お前、ピアニシモだ。アイドル伝説エリコの犬でしょそれは。あ、じゃあもしかして一ノ瀬ゆかさん。アホタレ、赤抜け一番なんて懐かしすぎてわかんないわよ。うん、確かにこれ聞いてる良い子たちには古すぎるだろうな。ああ、僕見てました、赤抜け一番でしょ昔。いい加減にしなさい、あなたたち。この私の本当の恐ろしさを忘れたの？本当の恐ろしさ何ですの？私の電撃は全てのルーチンの機能を麻痺させることができるのよ。受けてみなさい、超電磁プラズマヨーヨー。ああ、おい、やめろ。俺たちのうちがまためちゃくちゃになっちまうじゃねえか。大丈夫よ、ナッチ。ラジオドラマの私は電信ルーチンの力なくしてないから、いくら壊されたって全部元に戻せるもの。忘れてたわ。それに王女様、あなたはもう一つ一番大事なことを忘れてるわ。一番大事なこと？そうさ、私たちをデリートすればこの番組はおしまいだ。そうしたらあなたの出番もこれ一回こっきりなのよ。せっかく原作人気が抜群でレギュラーになれるってのに、おバカさんよね。ねえ、この手のライバルキャラってのは一見すごそうだけど結局は抜けてるってのがパターンだからね。そうね。何よ何よ何よ、みんなで寄ってたかって。だって事実だろ。デリートしたいならすりゃいいじゃんか、王女様。ほらほら、どうしたの、さっきまでの威勢の良さは。まあ私たちだって鬼じゃないんだから、謝れば許してあげてもいいんだけどね。いじめた。え？いじめた。なんですの？いじめた。しまった。おい、泣くな。そうよ、プラズマは強い子でしょ。いじめた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 。もうダメ。どうしたんだよ。一体何が。ああ。子供になっちゃった。インタプリターセムラ、今のうちにつまみ出すよ。オッケー。やだ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 。うわあ。ダメだ。子供になっちまったプラズマには手がつけられない。そうだ。そうよ。子供になれば私魔法だって使えるんだもの。ああ。そういえば、花の魔法使いマリベルに声がそっくりだ。考えてみればコンパイラー、あなたたちをデリートしたって、あたしがこの番組を乗っ取っちゃえばそれでいいのよね。しまった。それに気づいちまったか。いっぱいお返しさせてもらうわ。マキシンバーゲンセールンドーン、花魔法で鼻水出っ放しになれ。バカ野郎、やりかけてんだ。まさかとは思ったけど、こっちの鼻で来るとはね。来たね。まだまだあるわよ。花魔法でアセンブラは花火シャーチャコになれ。あ、むちゃくちゃでございますがな、もう。後からだんだん顔もアチョコになってくからね。なんてひどいことを。冗談、いい加減にしやがる。つべこべ言うとみんないっぺんにやっつけちゃうわよ。どうするつもりよ。そうね、じゃあ花電車で一気に
何？本田千恵子が花電車やんのか？違うに決まってんだろ。出番じゃないんだから座ってろよ、この古田。うるさいな、ケンユン。お前はかりんとうでも食べてろ。ああ、花電車ってなんかエッチな意味があるのね。そう。よくわかったね。だって古田さんだもん。その通り。こらこら、どういう意味だよ、それは。まあ。それ、花電車って何なんですか？え？だからお前。何？じゃあ説明しよう。何エッチな講義始めてんのよ。今私と戦ってるんでしょ。あれだ、雪国だな。ちょっとってば。見てなさい、こんなことやってる間に番組乗っ取ってやるから。だから絵面描いても知らないからね。Thank you.